はい、昨日かおとといぐらいにねツイッター見てたらユトボンがユトボンパパをブロックしたと <laughs> えそういうことがタイムラインに流れてきたのでまあこれについて話をしていけたらなというふうに思いますまあね先に結論から申し上げますと、まあ、やっぱその発想力の限界かなとこれが彼らの発想力想像力の限界になってるのかなというふうに思いましたねおそらくこれ以上何も生まれないというかこれしか方法がないと思うんですよねうん 風な感じに思ったんですよねもう意味ないよとその手法は飽きましたっていうふな感じなんですよねうんそうやって親子喧嘩をしてるんじゃないかみたいな揉めてるんじゃないかっていうふうに思わして再び、えっと、注目を浴びようとしてるみたいなんですけどまあ無駄というかそういうふな感じなんですよねでそういうふな注目を浴びようとする代わりに、えっと、ユタボンのことを取り上げてる YouTuber の再生数が伸びるとえそういうふな感じになってるんですよねで当の本人の再生数は伸びないそういうふな感じになってるんですよ、まあ、なあのちょっと 意味わからない現象が起こってるんですけどね、うんまあ、でもユタボンだから説明ができちゃうっていう風なところもあるんですけどうんいう風な感じですよね、うん、だからあのユタボンパパのやってることは無駄なんだけどでもそれ以上の発想いうのが出てこないんだと思うんですよ、うん、これまで何回も何回も同じ手法で他人をだましてきたわけじゃないですか、うん、そんなことしてては成長もクソもないわけですよね、うん、いう風な感じに思いましたね、まあ、だからあの、まあ、どっかの動画でも申し上げたと思うんですけど あの何かしらそのボクシングとかをやってますと。で、まあ、ボクシングじゃなくても、勉強でもいいし、まあ、音楽でも絵でもいいんだけど、何かしらに打ち込んでますと。えそういう風な動画を Vlog 的にアップするだけでも、えっと、まあ最初は再生数伸びないと思うんですけど、これからどんどん伸びていくと思うんですよね。あれだけの知名度があったら。あなんか言うたぼん、ずっとなんか他人を煽り散らかしてたけど、今はなんか絵とか頑張ってるんだと、ボクシング頑張ってるんだ。じゃあ、俺、再生数に貢献しようかなと。再生 したいから登録しようかなみたいなそういう風な感じになるわけじゃないですか。でもならないと。まあそれがおそらくもう彼らの限界なんだと思うんですよね。まあなんかボクシングのボノジももうなくなっちゃってるみたいな感じじゃないですか。今。うん。だからその。 なんだそういうふうな発想力もないし、えー、何か一個のことを続ける解消もないっていうふうな状態だからもう多分あのこれ以上の発想あのなんか悪いアピールをして注目を集めようとする以外の発想が出てこないと思うんですよね彼らには。うんまあ、だからもうちょっと成長というか頭打ちなのかなっていうふうに思いましたね特に父親が。うんいうふうな感じですよね。うん まあこれがね正直、もしかしたら自分の意思でやってるかもしれないし、あとはまだ父親がやらしてるのかどうかはわからないんですけど、まあ、これはおそらく父親がやらしてると思われますね。な、は、ん、いまあ、でかっていうと、ずっと手法が同じなんですよね。うん。ゆたぼんのパパがいつもやってるこう釣り商法とか炎上商法と一緒なんですよ。文面が全く一緒なんですよね。うんでかっていうとその、なんでわかったかっていうと、あの父親ってあの何回も何回も自分の。 ツツイートをリツイーートトリするんですよ、うん、まあなんかあの意味がわからないんですけど、まあ、そういうことをやってるから余計に見破られやすくなってるんですよ、ねうん、でまあそれと同じだからあこれもおそらくあのこういうことしたら再生数稼げるぞと Twitter のビューも伸ばせるぞみたいなそういうことを言ってユタゴンにあのやらしてると思うんですよね。 うん、ここからも分かるとおりその父親が一番息子の邪魔をしてるんですよね。うん、父親の、えっと、薄い薄い発想力が、えっと、ユタボンの邪魔になっているとえそういう風な感じになっていると思うんですよね。Twitter、うん、で崇高な教育理念を掲げて教育思想を掲げておきながらそれ以外のツイートでは罵詈雑言を並べるとと、まあ、それ以外のというかえっと。 上半分で崇高な教育理念を語ったと思ったら下半分でえっとなんか学校に行った人をあおるような発言をするみたいなそういうのがこう父親の一連の流れなんですよね。 うんいう風な感じなんですよ。まあ、だからそういう風な炎上商法、釣り商法をやってるっていうことは、えっ、ー、とまあ、おそらくまあ、それが発想の限界なんだろうと。で発想の限界だから、えっ、ー、とユダポンが父親と仲悪いんだみたいな、父親をブロックしちゃうんだよみたいなそういう風なことで、えー、再生数を稼ごうと注目を浴びようとしてるわけだと思うんですよね。はいいう風な感じですかね。うんまあねあのそういえば思い出したんですけど、あのなんかえっ、ー、とユダポンはまっすぐ育ってるんだみたいなことを。えー おっっしゃってたんですよ、ねうん、でまあその前の行でその前の5行ぐらいで、えー、と不登校は不登えなんだっけな,なんかあのちょっと内容薄くて忘れちゃいましたけど、えー、と不登校は で、えー、と親があたふたしていると,、えー、と子供はそれを感じて余計に、えー、と心を閉ざしてしまうから、えー、親は子供を信じてあげることが大事なんだユタボンはそれでまっすぐ成長したんだみたいなそういうことをおっしゃってたんですよ、うんまあ、あの父親の言うことをちゃんと聞いて、えー、忠実に聞いてそれを実行するっていう意味ではまっすぐ育ってるかもしれないですね、うん、まあそのなんてうかな 父親の思想とユタボンの思想が一致してるからこそいやユタボンのパパから知ったらまっすぐ育ってると <laughs> そういうふうな感じになってると思うんですけどね。うんまあその 父親がまっすぐ育っていると思ってても傍から見たらどうなのっていう風な感じですよね、うん、僕はとてもまっすぐ育っているとは思えないんですよねまあその父親とユタゴンっていう姿勢まあコミュニティの中だったらまともかもしれないんだけど一歩外に出たら全然まともじゃないわけなんですよこれって普通に会社とか学校でもあのよくあることなんだけどそのそれをあの40何歳の父親がわからないというかそういうことってあるんだなという風うに思いましたねはい でしかもその二人だけのコミュニティで、あのそれが正しいんだというふうに思っているというふうなことはもうかなり重症なのかなというふうに思いましたね。はい。まあそういう感じね。あのまたこう同じことをしてユタボンの自分で考える力。 ここれをを伸ばすすとを、ね、拒否してるわけですよね、うん、一体何がしたいんだというふうに感じましたね、はい、以前「そのみんなの学園」っていう、まあ、フリースクールなのかよくわからないですけど、まあ、そことコラボしてたんですよね、うんまあ、コラボ依頼する方も依頼する方で問題があるとは思うんですけど今の親子の言動っていうのは教育機関とコラボしていい言動とはとても思えないんですよね、うん、もし仮にその口で、えっと「こことここで勉強します」あの なんだっけみんなの学園で勉強してるみたいなそういうことをユタモン君言ってたんですけど、えー、ともし仮にそれが口だけだったとしてもこう自分がお世話になってる会社の広告等をしてるっていうにもかかわらずそういう態度を見せるのはこうあまりにも自覚に欠ける行為だと思うんですよね、まあ、少なくともギャラはもらってると思うんですよ、うん、ギャラはもらってるにもかかわらず、えー、とそのギャラを、えー、と与えた方の機関の評判を下げるようなことをしてるわけですよね、うんまあ、これはどうなのっていうふうに感じなんで。 感じじるわけじゃないですか、普通の人だったら。で、それを止めない父親が一番やばいと、えー、そういうふうな感じですよね、うん。まあね、あのユタボンは、ね、まっすぐ育ってますから、はい、あ育ってますからね、えー、まっすぐ育ってるから、あの別に父親が、えー、怒らなくてもいいと、えー、そういうふうな感じですかね。正直、ユタボンはまだ中学生だから、そこまで重たい責任を持たせるのはかわいそうだと思うんですよね。うん でもそういう場合っていうのは父親ととかか周りりの大人が肩代わわしてあげなないいないいいいけけじゃないですか、うん、今の小中学生のタレント事務所っていうのはそういう教育的なところとかその責任問題みたいなのを肩代わりしてくれてるわけじゃないですかあの、まあ、ジャニーズみたいなところはありますけどね。うんいうふうな感じですけどあのプロ野球選手になった直後の講習会とか。 あ、そういうのがあるんですけど、そこでもメディアの対応とかこう中にはあの谷町っていうこう。厄介なファンいうのがいたりとか、あのまあ、お金をこう与えてくれるんだけど、ふとしたタイミングでえっとお金を騙し取られるみたいな。そういう風な。えっと谷町っていう風な厄介な、えー、ファンみたいな人もいたりとかして、あとあれだ。ハニートラップ対策の講習もあるらしいんですよね。うんまあ、なんかそのいたんでしょうね。そのハニートラップに引っかかってえっと。 握られたくない情報を握られたりとか、選手の他の選手の情報を、えー、ハニートラップで抜き出されちゃったみたいな。そういうことがあったんでしょうね。うん、まあ、だからそういうハニートラップの講習とかあるらしいんですよ。うん。 でプロ野球選手の講習ですらその程度のレベルっていうのは担保されてるわけなんですよ。うん、なのになんで中学生のユダモンが何も担保されない状態でこう野放しにされてるのかっていうのが、えー、これは周りが気づかないといけないと思うんですよね。うん、なのに全く動こうとしない、えーまあ、気付いてても動こうとしないのかあの本当に 気づいてないというか、本当にユタもンがあの問題ないと思っているのか？っていうのはここはまあわからないですけど、全く動いてないんですよね。うんまあ、これはどうなんだ？っていう風な感じですよね。うん、まあね。これが一番問題だと思うんですよね。まあそうね。<laughs> うん。まあずっと言ってますけど、こうイベン環境がまあ赤か,かったんかな？とかいう風うに思いますよね。うん。まあ、遺伝はしょうがないにしてもまあ、環境は正直。あの父親が。 まあ、作り出してる環境ですからあの自然にある環境なじゃないわけですよねあの、まあ、自然にある環境って言ったらちょっとおかしいかもしれないですけどあの太くて多数の人が集まってできたコミュニティに彼がいないっていうことが一番こう何て言うかな視野を狭めるいう風なところになってると思うんですよね。 だからこそ、えっと、父親が正しいと思ったことが全部言ったも正しいと思ってて、えっと、あらぬ方向に行ってるみたいなそういう風な感じになってると僕は思うんですよね。うんまあ、これが一番問題だなという風に思いましたね。はい、まあかわいそうですけどねあのこんだけ、えっと、まだ子ども14歳なのに、えー、責任を負わされるみたいな。うんまあ、その責任に、まあ、気づいいいてないというか 周りの大人が気づかないようにしているのかなというふうに思いましたね。はい。まあそんな感じです。はい。ということでね、えー、今日は、えー、ゆたぼんくんが、なんかまあかわいそうだなと。えっ、ー、と、まあ、親父の発想力のなさのせいで、まあ、プロデュース力のなさのせいで、今の現状、えー、自分がやりたいことというか、うん、自分で考えたことをやらせてもらえない、えー、考える力を伸ばすことすら、えー、拒否されていると。 で、そういう状況にもかかわらず父親は「豊、え、棒、ー、はまっすぐ育ってると」と、えー、そういうふうなことを言って、えー、まあどうなるんだろうなみたいなそういうふうな感じに、えー、なってますね。はい、ということでね、えー、面白いと思っていただけたら高評価とチャンネル登録お願いしますということでお疲れ様です。